しゃいませ。何名様でしょうか？こんにちは。二人でお願いします。あ、今日も来てくださったんですね。ありがとうございます。そりゃあもう毎日カルメラに来ないと調子出ないしね。そうそう、それそれで、あれ、あそこにいるのコロンちゃんとシエルちゃん？店長さんと向かい合ってるみたいだけど、もしかしてあれって。多分想像通りのことです。楽しみにしててくださいね。ちょっと緊張しちゃうね。大丈夫だよコロンちゃん、お兄ちゃんは怖くないから。そういう緊張じゃないんだけどね。意気込みですか？はい、それならあります。私はいつかパムちゃんケーキを作りたいです。意気込みってそういう感じでいいんですか？私は働くこと自体に興味があって、それに庭坂先輩と塩宮先輩を尊敬してるので、その二人と一緒に働けるのは嬉しいって思ってます。そうですか。ありがとうございます。二人もカルメラで働くんだ。これはますますカルメラに来るのが楽しみになっちゃうな。これからはみんなで頑張ろうね、リラちゃん。うん、頑張ろう。シエルちゃんがいる日なのね。今日は2人です。2名様ですね。お席までご案内します。ありがとう。じゃあコロンちゃんもいるのかしら？はい、コロンちゃんとお兄ちゃんと一緒に頑張ってます。女の子が多いと華やかでいいわね。本当ね、ギラちゃんとリシュちゃんとはまた違う可愛さがあるもんね。本当にそうね。以前も手伝ってくれてたから心配ないとは思ってたけど、想像以上の働きっぷりだわ。オーダーお願いします。緑茶アイスとバグリワッフル2つずつです。はい、緑茶アイス、バグリワッフル2つずつね。オッケー、よろしくお願いします。朝木先輩、顔が疲れてますよ。毎日ちゃんと休んでますか？でも朝木先輩と千里さんはお休みなしなんですよね。私と店長は大丈夫。ちゃんと適度に体は休めてるからね。
心配してくれてありがとう。はい、これオーダーの商品です。はい、ありがとうございます。お二人とも本当に無理はしないでくださいね。店長が倒れるとお店が大変ですから当然です。それじゃあ、お客様のところに行ってきます。自分の方がまだ慣れないでしょうね。でもあそこまで心配してくれてるんだから、体調管理はしっかりしましょう。分かってるって。ところで朝希くん、夏季限定メニューの人気はどんな感じ？毎日注文が入ってるのは分かってるんだけど。それならよかった。またみんなでいろんな限定メニューを考えてお客様に楽しんでもらいたいわね。そうだ、ちょっとツテがある地方紙の人から紙面でお店を取り上げたいって連絡があったの。それで店長さんに話を通してほしいんだけどって言われたんだけど、どうする？最近評判になってるお店の特集らしくて、うちにもお声がかかったの。どうかな？ええ、そうみたい。夏特集みたいな感じって言ってたかな。うんうん、君ならそう言ってくれると思ってたわ。取材 OK って返事しとくね。緊張するね、ピラちゃん。変な顔になったら、どうしよう。大丈夫です。ユラ先輩の顔はいつでも可愛いですから。うん、塩宮先輩もいつでも綺麗ですから。ちゃんとコロンちゃんも一緒にみんなでニコニコ笑顔でね。おお、みんないい笑顔。それじゃあお店の写真と一緒に何枚か撮らせてもらいますね。うんうん、お店の雰囲気もいいし、ウェイトレスさんと一緒だと映える絵になりそう。はい、そっちも楽しみにしてます。緊張しちゃって可愛いわね。ほら、笑顔よ、笑顔。はい、笑顔。リーラちゃん、それじゃあ笑顔じゃなくなってるよ。でも意識すると変な顔になっちゃう。でもその顔も可愛い。リゼちゃんはそんなことばっかり言う。だって本当のことだから。カルメラの看板娘勢ぞろいで華やかだわ。ラムちゃんも写真撮ってもらえないかな。動物が苦手な人もいるだろうから難しいんじゃないかな。せっかくなのに。じゃあ後で個人的に写真撮ろうか。今日は庭坂先輩と塩宮先輩もいるからみんなで撮れるよ。うん、それがいい。それだとお兄ちゃんも一緒に撮れるね。あ、そっか、千里さんとも撮れるね。可愛い子がお店にいるってそれだけで幸せになっちゃうな。あ、でもこれじゃあメニューだけじゃなくて看板娘目当てのお客様も増えちゃうかも。
みんなのこと今まで以上に気をつけてあげなくちゃ。